グリセオフルビンは抗心菌薬の一つで、青カビの一種ペナシリアムグリセオフファローベムから得られる。種として、蛍光用に用いられる。分子式 C17H17 黒6、CAS 登録番号、126から07から8。グリセチンは2008年に日本で販売終了。作用機構としては、新菌の微償管に結合して、脱重合を阻害し、 有意と分裂を阻害する。これとは別に、体内で合成中のケラチンに結合する特徴がある。ため、皮膚、爪、毛髪における心筋の生育を治療する効果が高い。心筋のうちトリコフィトン、ミクロスポルムやエピデルモフィトンなどには、抗菌スペクトルを示すが、ファイトフザーなどの木菌類、サッカロミセス、カンディダなどの酵母やアスペルギルス、ペナシリアムなどの市場菌には、 抗菌作用を示さない。副作用として頭痛、めまいなどがあり、また肝障害のある場合は禁忌とされる。動物試験で再起形成が指摘されているため、妊娠、授乳中の使用も認められない。動物の微小感にも影響を与えうるので、発言性の可能性も指摘されるとされる。グリセオフルビンは、1939年ドンドン大学の オックスフォードらによって発見された。1946年、ブライアンらによって、ペナシリアム・ジャンクセフスキーから新菌に異常をきたす、物質カーリングファクターが単理されるが、翌年、グローブらによって、グリセオフルビンと同定された。日本においては、日本火薬が蛍光製剤化し、1962年に製造承認を取得し、グリセチンブ以上の名称で販売を開始した。 しかし、副作用の問題や、テルビナフィンなどの新薬の登場、薬価が1錠約11円と非常に低かったこと、そして日本に原材料が輸入されなくなったため、2008年12月をもって日本では製造販売を終了し、現在は処方されていない。ただし海外では現在も用いられている。ありがとうございます。